どうも、世界遺産マイスター芸人のロニーです。そうなの。そうです。で、まあ、ロニーはね、小学校、アメリカの小学校に通ってたんだけど、その学校だけかもしれないですけど、それぞれの担任の先生に結構自由を任せられてて、教育とか。ああ、はいはいはい。それぞれのクラスごとにいろいろあって、うちのクラスはなんか退場制度っていうのがあって、ほう、まあ言うこと聞かない生徒をもう帰らせる制度があったの、あ、もうだもう先生の独断ルールで、もうか、まあ、親呼んで迎え来てもらってみたいな、はいはい、で、まあいきなり帰れっていうのはなくて、一応3回チャンスが与えられると。ほう。で、まあ小学校低学年だから、まあそんな3回分かりづらいから、分かりやすくカードみたいなのがあって、カード最初注意して、まあそれでも聞かなかったらイエローカードっていうのが出されて、はいはい、で、その後また注意されたら次オレンジカードみたいな、で、もう一発行ったらレッドカードっていう、あのドキュメンタリーと全く同じシステムをたまたまうちの先生採用されて、はいはいはい、で、まあ基本的にみんなブルーカードで止まんの。やっぱそれ以上行くと親呼ばれるってなると、いくらはしゃいでても、基本的にもう自制聞かせておとなしくなって。ブルーカードって最初のカードだよね。あ、違う違う違う、2個目イエロー、あ、ブルーじゃないわ、オレンジだ。そうだよね、普通に忘れてる。俺なんか出てきたと思って、イエロー、オレンジ、レッド。そう、イエロー、オレンジ、レッド。そう、はい、そう、はい、その順番で、うん、で、基本的にオレンジで止まる。はい。だけど、一、人、マークっていうちょっと悪いやつがいまして、おまあでかいんですよ、黒人系で、はいはいはい、まあ、小学校というもういかつい感じ、いかつい感じで、はいはい、迎えに来るお兄ちゃんとかお母さんがもうタトゥーまみれみたいな、おちょっとお育ちがよろしくない感じで、荒れてらっしゃる感じで、で、まあ彼は基本的に一緒にお昼ご飯を食べることがないのね。はいはいはい。もうえげつないペースで午前中に3枚もらって帰っちゃう。マークは、そういうことか。あ、そういうことか。はー、マークはもうひどいから、だから食べれない、一緒にいない。えぐい時はもう朝行ったら1枚もらってた。そういうやつなのよ。で、なんかね、わかんないんだけど、あんま覚えてないんだけど、昔だから、ある日すごい心入れ替えたのか、なんか親がちょっと問題を起こしたのかわかんないけど、なんかある日すごいおとなしい日があって、うん、すごいなんか真面目になったのよ、うんうん、先生の言うこと全部聞くしみたいな、うんうん、で、一緒にピザ、あのお昼ピザだったんだけど、うん、一緒に食べれたので、その時まだ1枚ももらってない。おお、そんなことはもうとんでもないことなの、これは。マークが1枚ももらわずに昼飯一緒に行くっていう、はいはいはい、一緒に帰れるんじゃないかってなるわけじゃん、このまま。ああ、そうね、そんなことないから、ね、1年間1回もないから、うん、で、まあなんかその後午後の授業入って、まあ図工みたいな、うん、図工、はい、なんかみんなで作ってて、うん、で、マークは普通にやってて、本当にちょこっとなんかミスというか腕が当たっちゃって、うん、他の子のやつを軽く壊すというか落としちゃったのね。あ、で、まあ別にそれはいいんだけど、うん、その先生がやっぱマークに対する信用がもうないから、毎日毎日3枚与えてるから、どうせ他のやつをいじめたんだろうっていう、思って、おいお前何やってんだよっつって、今日おとなしいと思ったらなんだよってみたいに言ってんだけど、で、マークはそうじゃないから、うん、逆に強く言っちゃうの、違うって、って、うんうん、違うってヒートアップするんだけど、もうそれももう先生は、はい、もういいっていいっていいってみたいなのがあって、うん、わーって先生がバーって言ったら、マークもついにペンっつってって、うん、って言っちゃったの。言っちゃったの。で、まあ、マークも、あ、言っちゃったと思って、うん、バーって振り返ったら、先生ここ1枚レッドカード出して、おー、一発退場。ダメです。今言って、今いいの。あー、ダメか。ここがピーが